ならばこっちも指揮を取りましょう。ほう、4部隊ね。おお、全部 S か。おお、すごいな。小野さんや朝倉さんや、あとは平岡さんや門中将も S。 この戦お任せを。そして相変わらず鉄砲隊という、この本陣切り込みというか本陣打ち込みかな。ならば釣りのぶせ、お任せを。やっぱり釣りといったら島津さんかな。ならば門中所と、あとは平岡さんに釣ってもらおう、のぶせ隊になってもらおう。あとは結構大友系だな。いや、なかなかかっこいい曲が流れているが、龍造寺高信、作戦は釣りのぶせ。合わないな。あら、敵に陣があるの？それは急いで潰さないといけないな。始めるぞ。4部隊でも兵数は多いからな。ゲチよ、始めよ。ご命令ください。とはいえ、なんだかんだ言ってこっち一応おとい部隊ですからね。ご命令を覚悟せよ。命令してくれ。わあ、兵数多いな。始めるぜ。命令してくれ。始めるぜ。ご命令ください。覚悟しろ。行くぜ。こちらの士気はまあまあ高いが、相手で言ったら村上さんとか萌ちゃんあたり、いやでも元近以外は士気はそこそこか。相手にとっては守ればいいだけだが、部隊数は少ない。逆に部隊数の多いこちらが包囲をしてうまく優位な状況に立ちたいが、まあ、まずは釣りのぶせだな。命令してくれ。さあ行こうぜ。覚悟しろ。ゲチよ。さあ行こうぜ。でも鉄砲隊もそこまで意味はないかな。兵の強さはそこまでではなくても元地下が手強いな。相手は陣を広げた、釣りのぶせを逆に釣っていくみたいな感じかな。ご命令ください。覚悟しろ。ならばこっちは秋国虎の方に向かおう。ご命令ください。ゲチよ。さあ行こうぜ。さあ行こうぜ。組む敵部隊未だ発見できず。ご命令くだされ。叩きのめせ。さあ行こうぜ。始めるぜ。ゲチ、覚悟せよ。敵の居所。おお、やっと見つけたか。前高橋常雲さんが戦っていた時もなかなか相手の部隊を発見できなかったんですよね。まあこれで相手も動いてくれると良いが。ご命令を。小野さんはこう行きたいな。覚悟せよ。ご命令ください。総林はこう行こう。萌ちゃんを攻撃。ゲチよ、始めるぜ。残る部隊は敵を捜索、見つけ次第鉄砲打ちかけよ。始めよ。敵の居所知れました。やりたい。さあ釣りのぶせ隊かかれ。やりたい。前へ。お、元地下たちが来た。この策敵
を書きましょう。総理、すごい悪そうな声だな。どうぞ、お聞きくだされ。ならば突撃。水の物体は攻撃力が上昇している。時には大胆に攻め込まればな。我が軍とはいえ元近が来たが兵力が相変わらず大きいな。立てるはずだぜ。ご命令ください。この兵力の多さをどうするか。臨戦けどい守りを固めよう。小野さんはなんとか陣を破壊。それでもあと3ターンぐらいかかるか。格の差思い知るがよい。よしよし、秋国虎回想。次は萌さんだ。元塚自身も戦況は危ういが、こっちはこっちで、そうそう、広笠兵力800しか持ってきていなかったんだよな。交代させよう。もうこれだと多分回想じゃなくて敗走になる。始めるぞ。ゲチュ、覚悟しろ。どうぞ、お聞きくだされ。見せてくれよ。門中女さんはアキさんを追撃しながらこう移動して元近を、まあ、側面攻撃仕掛けられたらいいな。ご命令を始める。島田は萌ちゃん、総理も萌ちゃん。滝の目線、この策で勝てるはずだぜ。この移動距離ならば あと3ターンどころじゃないな。敵の裏を描きましょう。一元は相手を爆破しても良いのだぞ。この策で勝てるはずだぜ。突撃、いや鉄砲だ。単体の兵力で言ったらこっちがずっと少ないからな。相手は3871。さあ打ち掛けよう。マネージャー大きいぞ元近。陣まで交代するか。その間に君の娘であろう萌ちゃんが回想。さああとはお主だけだ。おやおや、もうくじけそうではないか。元近くん、ご覧ください。これならば陣を潰すまでもないかもしれないが、一応陣を攻撃。我が策、ご覧ください。鉄砲が届くが狙うは回想。この策で勝てるはずだぜ。立て直しなどさせんぞ。この策で敵の裏を書きましょう。ゲチよ。平岡さん声若いな。始めるぞ。この策で勝てるはずだぜ。おお、元近に鉄砲。どうぞ、お聞きくだされ。我が刃望むは貴様か。始めるぞ。この策で敵の裏を書きましょう。こんなものかな。さあこれで元近も回想。さあ戦線復帰などさせる。策のあるものがいるようです。お、結構提案してくれている。さあこれが我が策にございます。逆に戦場上限が、まあ、前の信玄編とかかな、戦場上限のせいでここを行くの嫌だなと思っていたが、今回の四国攻めっていうか、まあ、四国での戦いにおいては戦場上限が、まあ、我々にとって優位に傾いていると思っていいのか。ご覧ください。まあ元近自身にとってみればなぜかそっち側の部隊って少ないですよね。ご覧ください。あんまり人がいないのかな。お、ならば狙撃。さあとはバンバン打ち掛けよう。小野さんだけはちょっと陣を攻撃、念のためね。今だ、待て。よし、これが器の違いってもんだと言ってくれるな。おお、大軍を撃破。高信執着至極である。詐欺の森、あ、解散させたということは詐欺の森いけるかな。上限9500ね。
こっちはどうしようか。毎度のことながら指揮を取るってのもな。じゃあ今回は取らないこれでちゃん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 とか言って負けると嫌だな。でも江村さんまだ来るんですよね。向かってるな。ん、何か何か、あ、ま、待てよ、今与えたのって家宝だった。うん、今回も勝ちは揺るぎないか。まあさすがにあの2連戦で結構疲れたからな。それでもここまで低下したか。攻めよ。そして打って出てくる。これは指揮は取ろう。結構消耗激しいな。相手は5部隊。お任せを。現状まだ城は一つも取れてなくて、一人こう寝返ったとか下っただけなんだよな。ならば釣りのぶせ。お任せを。釣りのぶせよりかは。お任せを。我が力お見せいたす。我が力お見せいたす。なら今回はおとり挑発。お見せいたす。相手は特に変えなくていい。相手はこちらを攻撃することしかできないからな。逆にそこを狙って鉄砲を仕掛けよう。始めるぜ。命令してくれ。さあ行こうぜ。始めるぞ。ご命令は下地よ。覚悟せよ下地よ。覚悟せよ。命令してくれ。陣の守りはまあ両翼2部隊ぐらいに任せておいて、残る部隊で敵を釣ってで攻撃を仕掛けよう。でもやだな、なんかヨシヒでおとり挑発って言われるとなんか死にそうで嫌だな。お覚悟願おう。我に続け。さあ高速壁近安。でもなんでわざわざグラフィックを変えたんだろうか。前のグラフィックでなんだろう、こうモトチカとなんかこうマリオとルイージみたいな雰囲気だったんで、私はちょっと好きだったんですけどもね。さあ敵は進んでくる、来るしかなかろうて。ゲチお覚悟願おう。ゲチよ。でも来ないな。覚悟しろ。とりあえずは視界を確保できるようにこうやって前を向いておこう。始めるぞ。手を打ちましょう。始めるぞ。始めるぞ。命令してくれ。始めるぜ。始めるぞ。敵の居所が知れました。お、いたか。逃しはせぬ。トトヒが一番鉄砲。横抜けるかな。放て。なんかこう射撃強化みたいなのを相手は持っているのかな。策のあるものがいるようです。我が策。トトキが鉄砲を撃てるならば。我が策ご覧くだされ。ならばユフさんを回らせよ。始めるぜ。ご命令を。いざ進まん。策がございます。撃てゲッチ。基本的に進むよりかは迎撃しよう。いざ進まん。策がございます。軍法戦術の妙、貴様にかわせるか。撃て。ここでこう馬防策があればちょっと流しのっぽくなるんだろうな。ご覧ください。ゲチよ。さあ行こうぜ。でも近安、あらそんなところにいるんだ。さあ銃弾の雨を受けよ。これね、
がちょっとしばらくこの戦っていうのかな、ずっと多分うるさいことになっていそうだな。まあ、それだけ我々の鉄砲隊の銃撃が激しいということ。ご覧ください、我が策でご覧ください。さあ各隊、クソエイムは見せるなよ。出し抜いてくれ。できるだけヘッドショットを狙うんだ。ご覧ください、命令してくれ、始めるぜ。手を打ちましょう。ヨシヒはちょっと前進かな。ご命令を始めるぞ。おやおや、撃って出てきたワルキは引いていくな。今は引くぞ。回想ね、まあ、君がリスポーンできるまで高速壁軍が保っていれれば良いのだが、さあどんどん打ちかけよ。我が策ご覧ください。我が策ご覧くださる。しかしまあ、この鉄砲隊を相手に撃って出てきようと来ようとするとは。始めるぞ。策がございます。一戦してもな、攻撃できる部隊こっち行けるのかな。この策で出し抜いてくれよ丸目さん活躍する機会がないっていうね。この策で届くんだ。勝てるはずだぜ。この陣が突破できまい、まあ、ほぼ王陣による十字砲火さすがに心はくじけるか。この王陣での鉄砲射撃、ご覧ください。おいおい逃げるなよ、おかわりはまだあるぞ。ご覧ください、この策で勝てるはずだぜ。いいね、前回の武田信玄編とは全然違う戦い方をしているわけですもんね。前はまあ騎馬軍団で突撃しまくっていたが、まあ、こっちはまあちょっと守りか。ユウさんまだ届くんだ、スナイパーライフルか。あの火縄銃の中にもあるじゃん、めちゃくちゃでかいやつ大砲ではなくて火縄銃としてすごいでかいやつありますよね。ああいうの撃っているのかな、ね、前の人が、ね、2人組で撃って前の人が肩に乗っけるっていうね。勝てるはずだぜ。我が策ご覧ください。でも鉄砲隊でも騎馬突撃よりかは、なんだろう、こっちの損害は少なくてもあんまり士気は変わらないのかな。ご命令始めるぞ。命令してくれ。戦況が大きく変わっているっていう感じはしないんですよね。行こうぜ。お、リスポーンしたか巻き返せれるかな、この鉄砲の嵐。まあ、でもなんだかんだあと一息か。我が策ご覧くださる。我が策ご覧ください。あとはトトキ。我が策ご覧ください。打ちかけている。まあでもそんなに当たってはいないかな。ダメージ3とかだったな。策のある者がいるようです。我が策ご覧くだされ。この策で勝てるはずだぜ。お、超至近距離でも鉄砲を放てる。我が策スナイパーとサブでショットガンを持っているものかな。ならばこの相良君のエイム力見せつけてやろう。油断大敵だぜ。巻き返すぞ。こんなにぐちゃぐちゃになってても鉄砲撃つ。策のあるものがいるようです。ごめんね今回地味で。でも楽しい、鉄砲撃ちまくるの好き。ご覧ください、この策で出し抜いてくれよ。策がございます。我が策
まあ、おかげさまでこっちの損害は多分少ないんだろうな。お、突っ込んでくる。とはいえこちらの勝利だ。このようなところで立ち止まれぬ。まあ、戦い自体はずっと立ち止まって打ちかけていたんだが、ことじけなし。とりあえず早く占領しようか。我らの勝ちを。よしよし、大盛りは取れた。行くぞ。中村御所いける。あ、でも相手の兵力秋城が高いが、ここ取って分断できるのかな。この辺がちょっと心配なんですけれどもね。ならば金沢のこの中村御所、そういえばあのさっきちょあの元近と戦った時、あれ金沢いたんだよな。進め。あの中をもう鉄砲バンバン打ちかけてしまったが、昔織田編かな、あの新潮放浪記か、あの辺で相手の中にね一条兼定がいたんですよ。で攻撃を仕掛けていると討ち死にするっていうねあったな、そんなこと。高信、大よけは間に合わないか。報告いたします。